こんにちは。2021年5月4日です。留萌道の駅にやってまいりました。カムイワ公園を出まして、すぐのところに、道の駅があります。ちょっと大きな橋があるんですけども、そこを渡って、行くところです。この道の駅は新しくできました。去年だったですかね、オープンされたみたいです。去年、来てみて、今回も、まあ、さほど変わっておりませんね。中の品数が少し、いろいろたくさん、揃ってきたんじゃないかなというふうに、思います。売店もですね、4つですかね、出てました。移動式の売店が4軒、それと、物産、まあ、野菜とか売ってるところの建物というふうに、ありました。お客さんの方はさすがにこう連休中日近いということで、結構たくさんの方が来てましたね。まあ皆さん距離を置いてマスクをして、買い物されてるみたいですが、道の駅の中に入りますと結構、人混みになってしまうような感じがしました。まあ私の場合はどうしても撮影しなきゃいけなかったもんですから、まあさっさっさと撮影して、すぐまた車の中に、戻ったということです。ここはですね、後から出ますけども、屋上もあるんですよ。屋上から遠くの方を見渡すことができます。まあ食べるところはイートインスペースも下の方に用意されてましたね。若干のものが、食べ物が売っておりました。皆さん外の車の屋台の方で、まあ、たこ焼きだとか、いろいろお弁当だとか、なんかいろんなものを、揚げ物とかを、食べていたみたいです。今回は2泊3日で、これからオロロンラインを、北上していきます。天気がいくなったんで、よかったんで、なかなかいい、ドライブですね。左側に海が見えます。これからずっと北上していきまして、初山別ですか、次は初山別道の駅、そして初山別温泉、それから初山別天文台、そこを見させていただこうかなと思います。その次は新しくできました道の駅の富士見というところがあるんですが、遠別富士見ですね、遠別町の富士見という道の駅で、車中泊をさせていただこうという、工程を考えております。今回も出てくるときに、ここ行きますよということで、出てまいりました。天候は、当然天気予報を見ては来たんですけども、天気はいいですね。なかなかいい、天候に恵まれて、この5月の連休、オロロンラインの、北上です。車の方もですね、少し増えてまいりましたね。皆さん最初のうちはこう自粛されてたと思うんですけども、だんだんそれが自粛が長引きますと、まあどうしても外へ出たくなりますよね。なんで外に出る方が結構増えてきてます。私の見たく、マイペースで孤独のドライブでうろうろしてるという、まあ人も結構いるんじゃないかなとは思いますね。ですが、まあどうしても目につくのが家族連れです。家族連れで皆さん移動されて、道の駅とかで美味しいものを食べてということです。番屋の道の駅もあったんですが、そこを通り過ぎたんですけども、その時は左側の方に海の方にこう駐車帯があるんですよね。そちらの方に皆さん車を止めて、海を見ながら、車の中でなんか食べてらっしゃったんじゃないかなというふうに思います。番屋の道の駅に、を利用している方はそれほど多くはなかったんじゃないかなというふうに、思いました。まあ、しかしながらこのルーモイの道の駅はですね、まあ外を風景見るというところは別に屋上上がればグランドが見えるんですけども、あと後から出るんですが、望遠で遠くの方を撮りますと港の方が見えます。まあそういう感じですよね。したがって、中に入って何かを食べる、何かを買うんだという目的の方が結構ルモイ道の駅を利用されるんじゃないかなと思います。ガードマンの方もしっかりいまして、道案内をしてくれまして、ここに入れろ、ここに入れろとかいう感じですね。もう入る口と出る口に分かれてやってましたね。いかにも2年前3年前のゴールデンウィークの時の、道の駅の状況に近いものが、あったみたいです。
ドライブはなかなかいいですね。ガソリンの方は相変わらず値段はちょっと上がってきてます。道路の方は綺麗になってます。測定が今回も一箇所ですかね、やっておりました。それからパトカーが走ってまして、車の流れのスピードをずっと落とすような、走行パターンを取っているみたいです。それから自動スピード測定のオービスとか言うんですけど、それがだんだん減ってきてますね。私のカーナビは古いものですから、ここにオービスありをありを注意しなさいっていう警告が流れるんですが、実際はもう、撤去してしまってますね。東芝がもうオービスで作るのやめたということで、メンテナンス部品が手に入らなくなったみたいで、オービスの撤去が始まっているみたいです。今回はこのオロロン街道、本州の方、なかなか来たいのは分かりますけどね、北海道来たいっていうのは分かりますけども、なかなか、これ、来づらいんじゃないかなというふうには、思います。まあしかしながら、こうナンバー見てますと結構本州ナンバー走ってますよね。走ってますね。あとキャンピングカーも本州ナンバー見るようになりましたね。まあ皆さん堂々と走られてて、車から出ないで、中で、ご飯食べてというふう、パターンかもしれません。結構走っているみたいです。道の駅も夜になりますと本州ナンバーの車が集まってきて、車中泊ということです。富士見の方は車中泊はしたんですけども、あまり夜にもあまり来ませんね。多分手塩の方にまで行っちゃうんじゃないかなというふうに、思うんですけども、まあそこそこいろんなこう道の駅によって、それぞれ駐車する車の、まあ、車中泊ですね。車中泊で過ごす車の、数も違いますね。やはりこう人気のあるところは結構たくさん、いますよね。前回の、前々回ですか、中類道の駅あたり行くと、キャンピングカーがずらっと並びますよね。まあ、そういう定番のところ、まあ、皆さんご存知の定番のところに、集まる傾向があって、それより一本一つ離れた一つ隣の道の駅はガランとしてるぞ、というような、感じです。北海道天気は、今回は2日間は天気がいいです。3日間ですかね、天気がいいですね。連休が終わりに近づくと、天候が回復して、良くなっていくということです。非常に、ドライブ日和に、なります。まあ、天気がいいのは本当にいいですね。青空の下のこうドライブして、しかも左側が海、そして右側の方はちょうど草がこれから生えてくるぞというようなところです。まあ今回は塩別からちょっと行ったところが右の方に入るんですけども、まあもう少し時間がありましたら、4泊5日ぐらいになりましたら、ずっと手塩を過ぎてから左側の信号も電信柱も何もないというところを通って、湧かない、それからオホーツク海を南下するというコースをぐるっと、走ってみようかなというふうには思っております。まあそうですね、初夏のこの時期っていうのはまだちょっと寒いんですよね。車中泊してますとどうしても気温が下がってきますんで、車の FF 暖房機は私はまだ使ってますね。夜6時頃になりましてスイッチを入れまして25度か6度ですね、26度ですかね、にセットしてずっといます。朝方は冷えてくるんで頑張ってくれます。で、朝起きるのが大体早いですよね。5時頃、4時とか5時に目覚めるんですけど、それでもまだ寒いですよね。で、また火をそのままつけたまんまにしておいて、7時頃朝ごはんを、パンを食べて、それから FF の暖房機を切って、さあ行くぞということです。まあ、もっと移動するときじゃもう4時半頃から移動始まるんですけど、今回のコースはそれほど急ぐこともないなということで、まあ、7時頃からの移動ということです。まあ桜もだいたい一通り、見ました。これからキャンプ場を少し回ってみようかなというふうには思ってます。キャンプ場の方もですね、大きなキャンプ場はすでにオープンになってます。小さなキャンプ場の方はちょっとわかりませんね。コロナ対策で結構クローズになってるところもあります。それからオートバイの方もちらほら見かけました。見ますと皆さん大荷物を積んで走ってます。ですが、ちらほらということで、それほどではありませんね。5、6台見たというところですね。あとは地元のオートバイが連休なんで、荷物ほとんどなしっていうことで、地元のオートバイが走り回ってますが、いかにも上陸組だっていうオートバイはまだまだ、少ないです。
かなり寒いですからね、朝晩冷えますんで、テントを張って過ごされるというのは、結構きついものがありまして、またライダーハウスの方もそろそろオープンになってますんで、ライダーハウスで泊まるか、ホテルに泊まるかという方パターンで、旅行されている方かなというふうに、思います。オートバイは結構大変ですよね。夏の暖かい時は最高こう快適なんでしょうが、ちょっと寒かったり雨降ったりするともう辛いものがありますね。おまけに今の時期って風が強いんですよ。従いましてもう向かい風ですね。向かい風のオートバイ言いましたよね。まあ私の車も向かい風だとかなりパワーを食われるんですけども、オートバイはもう必死ですね。しっかりハンドル握って頑張って走らないとあれいかないんで、あれだったら本当に60キロ出しても実際は100、120キロぐらい出してるような感じかもしれませんね。もう真剣超えてチェンジをしながらシフトダウンしながらオートバイ頑張って走ってたのを 見ましたけどね。あれは疲れるぞという感じです。まあ、北海道に、まあ私は北海道にいるもんですから、こうやって孤独のドライブさせてもらってますけども、まあ、北海道にいてよかったなというふうには思いますよね。多分本州にいたら、北海道行きたいな、自分でこうやって車中泊車作ったら、北海道出て行きたいな、広いところで、走れ走れ北海道じゃありませんけど、ゆっくり走って北海道に行きたいなというふうには、思いますよね。信号もないし直線区間だし、前を風景をキロキロ見ながら走っていいし、車の数も少ないし、スピード測定と、パトカーさえ気をつけては一方通行もないし十分行けるぞということですね。で結構美味しいものもあるし、まあ美味しいものそうですね、美味しいですね。まあ、コンビニの弁当を東京で食べるのと北海道食べるの全然違いますよね。東京で食べたことあるから、いや、まずいなと思いましたよね。で、北海道で食べると美味しいんですよね。今の500円クラスのコンビニ弁当はなかなか最高ですね。スパゲティなんて本当の店で食べるスパゲティと大して変わらず、まあ、家で作るスパゲティと大して変わらずというレベルのものが食べれますね。確かに300円クラスはちょっと落ちるんですよね。550円とか600円クラスのコンビニ弁当を見つけて食べるとなかなかいいですよね。お店に入って食べれるよ、ちょっと200〜300円安い料金で食べれると、しかもお店並み のクオリティがあるものがいただけるということで、喜んでます。まあ今とか車中飯が結構多いんですけども、これからだんだん、ね、コンビニ弁当を食べていこうかなというふうに、思っております。今回も、孤独のドライブをさせていただきながら、綺麗な風景をご覧いただいているのではないかなと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。